ジェームズ・エドワードジェンタイルはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ出身の元プロ野球選手。近鉄バファローズでの登録名は愛称のジムとファミリーネームのジェンタイルをつなげたジムタイル。1952年にブルックリン・ドジャースと契約。1956年11月には日米野球にドジャースの一員として来日し、 当時2アンペア所属ながら、チーム最多の8本塁打を放つなど活躍した。1957年9月10日にメジャーデビュー。1960年にボルチモアオリオールズに移籍し、レギュラーを獲得。1961年にはこの年、ベイブルースの記録を抜くシーズン61本塁打を記録したロジャー・マリスと激しく打点王を争い、最終的には、 同じ141打点で打点王のタイトルを分け合った。その後は、カンザスシティアスレチックス、ヒューストンアストロズ、クリーブランドインディアンスを経て1969年に、近鉄バファローズい、当時万年最下位だった近鉄にとっては待望の、大砲であった。しかし、長いプロ生活と太りすぎの影響から、両足はすでに末期的な状況で、 開幕戦でいきなり膝を怪我するなど故障と登録抹消を繰り返し、結局スタメン出場は12試合にとどまって1年で解雇された。ジムタイルは両足に爆弾を抱えて近鉄入りしたが、1969年シーズンは開幕戦でいきなり故障。その後は代打での出場がほとんどになったが、まともに走れる状態ではなかったため、本類打を打った場合を除き、 ルイに出た時点で即大走が送られることになった。当時のパシフィックリーグにはまだ指名打者性がなかったため、先発出場をする際は、守備範囲の狭い一塁一種に限定された。5月に一度登録抹消された後復帰し、5月18日の対阪急ブレーブス戦で復帰後初スタメンとなった。ジムタイルは、2回表に阪急先発の足立光弘から先制のソロホームランを打ったが、 一塁に向かう途中で左足に肉離れを起こし倒れてしまった。本塁まで走ることが不可能と判断した審判団はダイソーの起用を認めた。本塁打を打った打者にダイソーが送られるのはプロ野球史上初であった。なお、本塁打と打点はジムタイルに得点はダイソーの伊勢高雄に記録されている。伊勢は本塁を踏む際、阪急の保守、岡村浩二から ホームランを打った気分はどうだいと開かされ、恥ずかしかったというが、試合はそのまま一塁に入った伊勢が、同点の8回表に、米田哲也から、決勝本塁打を打ち、今度は、昇進証明の自分の本塁打で本塁を踏んだ。その後、ジムタイルは6月に復帰したが、上記の起用法により、シーズンを通して、自分の本塁打以外での得点が一度もなく、 日本での通算記録は本類打8、得点7と本類打よりも得点の方が少なくなった。この本類打数よりも得点数が少ないという記録はジムタイルの例が日本プロ野球で唯一である。ジムタイルに関するカテゴリー。ありがとうございます。